球場の途中経過並びに試合結果をお知らせいたします。島根球場で行われております観音高校対尾道高校の試合は5回を終わりまして4対0尾道高校がリードしております。また福山市民球場で行われております栄新高校対尾道商業高校の試合は2回の表を終わりまして両校とも5得点です。また鶴岡和人記念球場で行われました沼田高校対国際寺高校の試合は12対2をもちまして国体寺高校が勝ちました。